エトベシュ・ペーテルは、ハンガリーの作曲者、指揮者。当時ハンガリー王国領の聖系ウドバル兵の生まれ、ブダペストとケルンで作曲を学び、1962年からハンガリーで映画音楽の作曲を始める。1968年から1976年にかけて定期的に、シュトックハウゼンアンサンブルと演奏する。1979年、 ピエール・ブーレイズの後を継いで、アンサンブル・アンテル・コンタン・ポーランの音楽監督見識者となり、1991年までその職を続ける。教育の方は、ケルン音楽大学の現代音楽アンサンブルの指揮の教授を経て、現在カールス・ルーエ音楽大学の指揮科教授を務める。作曲は指揮の傍らで全く時間がないので、ホテルの部屋や事務所、電車の中などで、 ちょっとした暇さえあれば、どこででも書いていると言われる。エッヴベシュの音楽は、様々な作曲家の影響を示している。特殊奏法、例えば角の圧力をかけたボーイングが、叙情的な民謡と一緒にサウンドを合成する。またエッヴベシュは、技術的な力量もあり、エレクトロニックマニピュレーション、またはアンプリフィケーションのために、マイク機器をどう使うかの細かい指示を与えている。 エトベシュの最初の大作の作曲は映画音楽で、それはエトベシュの後の商品の趣向きのある陽気なところに再現されている。還元学と声楽のための作品、アトランティスとアイマはベレシュ・シャンドールの詩、ネメゼネにインスピレーションを受けたもので、詩自体もテキストにしている。三人姉妹のリヨン初演が成功に終わり、オペラの一色が定期的に入るようになったエトベシュは、 今までに起きた音楽言語の統合を意図して作曲される瞬間が非常に多くなった。例えば、調整的に進む瞬間は語りを入れ、瞬間的に叫んだりと思ったりする箇所では、現代音楽特有のイディオムで煽るなど、様々な要素がミックスされた上で作曲される。作品はリコルディベルリンから金作が入手可能。ありがとうございます。